7月21日、スノーマンのメグロレン、26、主演の連続ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、の第2話が放送される。メグロ演じる主人公春が吉川浩二、57、演じる大物投資家ケドウイン・カズキ、ケドウイン・カズキ、からの出資話が持ちかけられて、という導入から始まるが、原作を知るファンからは、メグロのあるシーンに期待する声。 さらには恐怖する声が絶えないというトリリオンゲーム YK 魅了一氏、作外長きリーチ郎氏原作のビッグコミックスペリオール小学館で連載中の漫画作品が原作です。第1話の時点では多少のアレンジはありつつも原作に忠実に話が進みました。第2話もあらすじからほぼ原作そのままのストーリーだと考えられる。 予告の映像も踏まえると、原作で春、目黒が行う大胆なベッドシーンが描写される可能性があるんです。テレビ編集者。予告では、上半身裸の春がワイシャツを着る描写があった。前の開いたワイシャツから見事に割れた腹筋を覗かせており、肌質もとても美しい。加えて、別のシーンでは、これぞ男のロマン。と、札束風呂に浸かり、 鎖骨のあたりまで半身浴状態ではしゃぐ姿まであった。一連のシーンから原作第10話と11話のシーンが実写で描かれるのがわかります。まず、けどう吉川が会員制ラウンジに春と相棒の額、佐野優と、を招き、出資の最終条件として店の女を一人口説き落としてみろと無理難題を吹っかけるんですが、 これを春はあっさりクリアし、お持ち帰りに成功。がっつりとベッドシーンが描かれるんです。それで、けどうから軍資金をもらえて、札束風呂ではしゃぐんですよね。全能、四角映画で見せた有村架純との濃厚シーン超えば必死予告で見せた、目黒の肌を見せた描写、そして目黒は2022年12月公開の映画、月の道欠け、で有村か純、30。 ともベッドシーン直前まで演じた経験があることから、次回予告の素肌に白シャツを着るシーンが月の満ち欠けのベッドシーンより刺激的で私どしちゃったんだろうからってなるあるかどうかはわかんないけど来週のトリリオンゲームは月の満ち欠けぶりのメグロハスのベッドシーンって、わけ、興奮、次回春くんのベッドシーン来そうだ、ね。おそらく事故だけだろうけど。 月の道かけ見たからって、メグロハスのそういうシーン耐えられるわけじゃないから、トリリオンゲームのそういうシーンはカットでお願いします。来週の2話見るの本当に恐ろしいんです。と、引きこもごもの声が SNS に多く寄せられている。月の、道かけ。 では、目黒さんと有村さんが音が聞こえるくらい濃厚なキスをしてからお互いに下着姿になりそのままベッドに入ってという描写がありました、ね。ベッドイン直後に別の場面に切り替わったため、直接的には描かれていません。目黒さんは2022年10月クールのドラマ、サイレント、フジテレビ系、や、今年3月公開の映画、私の幸せな結婚。 で、不器用なところもあるけど、真面目で穏やかな青年という役のイメージが定着しつつあります。今回のトリリオンゲームでそのイメージを大きく覆す世界一のわがまま男を演じきれば、新境地を開くことができる。それだけに、月の満ち欠けの有村さんとのシーン以上に気合を入れて、ベッドシーンに挑むのではないでしょうか。芸能プロ関係者。 四角最終回までに髪型が似合わないを覆せるかちなみにトリリオンゲームでメグロは襟足を長く伸ばしたヘアスタイルをしている。これまでメグロは襟足は短めに整えていることが多かったので、メグロくんの襟足が気になってしょうがない。結構浮きますね。メグロくんは襟足長いと魅力が半減してしまうと感じるのを私だけだろうか。 個人的には、襟足が短いテクノカットの時の方が、目を引くものがあったな。メグロハスカンリュースターみたいに襟足バチッと切った方が似合うと思う。という表の声も出てしまっているが、この髪型は原作再現である。ドラマだと首が隠れるくらいの長さだが、原作漫画はもっと長く、肩まで襟足が伸びている。これについてメグロは7月5日発売の t v l i f e ワンパブリッシングでスタッフやメイクさんと話し合いを重ねたと明かし、襟足についてこう話していた。あまりやりすぎても現実味がなくなっちゃうので春っぽさは再現しつつ現実的にやり得るそのちょうどいいところを探ったんです。具体的には襟足の長さがそれで、原作に合わせると長すぎて面接で落とされかねないよねって話して、 ギリギリを狙いました。髪型が馴染んでいないという声が出ていることは逆に言えば、トリリオンゲームでこれまでのイメージから大転換できているとも言えそうですよ、ね。第一話の時点で従来のメグロさんとは180度違う演技で視聴者の度肝を抜くことに成功していた。第二話で出てくるであろうベッドシーンもそうですが、メグロさんが今回のトリリオンゲーム で、どれだけ振り切った演技ができるかが、今後の役者人生にも大きく関わってきそうですね。最終的に襟足の長い髪型が似合ってると、という評価になるか否かも、成功の基準なのかもしれませんね。前での芸能プロ関係者、メグロは、トリリオンゲーム、で今後も、オタゲーやホストクラブの接待などこれまでのイメージにないシーンを多く演じることが予告されている。 ベッドシーンも含めて、どこまで、サイレント、の色を消せるのか、そこに期待する視聴者も多くいるだろう。四角、画像、色系食い、メグロハス、トリリオンゲーム、デス肌ワイシャツ美しすぎる超腹筋ボディ披露。いよいよ会社経営に着手するハルトガク。今後も多くの名物キャラが登場する。